岡山市ではメンタルヘルスやゲートキーパーを含む自殺予防に関する研修、岡山市ゲートキーパー養成研修を行っています。研修の流れを紹介します。大きく4つに分けて説明をします。この動画では、1、ストレスとメンタルヘルス問題についてお話しします。2から4については、ホームページ上にある別の動画をご参照ください。私たちはストレスという言葉を何気なく使っていますが、ストレスには2つの要素があります。1つは心や体にかかる外部からの刺激をストレス要因といい、ストレス要因に反応して心や体に生じた様々な反応をストレス反応と言います。私たちはストレス要因の部分を普段ストレスと呼んでいますが、本当はこの2つセットでストレスなのです。さらに、そこに元に戻ろうとする力、復元力もストレスの過程だと捉える考え方もあります。今日は仕事の量が多いというのはストレス要因ですし、それに対して苦しい気持ちになったり、体がしんどくなるのはストレス反応ということになります。それに対して、体や気分が自然に回復しようとすることは復元力ということになります。では、ストレス要因にはどのようなものがあるか。これは大きく4つの種類に分けられます。ストレスは日常の中で起こる様々な変化がストレスの原因となるのです。例えば、進学や就学、結婚、出産といった喜ばしい出来事でも変化であり刺激ですからストレスの原因になったりします。では、ストレスの反応には何があるでしょうか。ストレスの反応の種類は大きく分けて3つの側面があります。まず、心理的側面です。これは私たちが気持ちで感じる不安、緊張、怒り、イライラ、憂鬱な気分などです。これがひどくなると死にたいという自殺願望につながる場合もあります。次は行動に現れる側面です。仕事や学校への遅刻、欠勤、仕事でのミス、事故、頻発する口論やトラブル、あとはお酒の量や食べる量が増えたり、タバコが増えたり、ギャンブルや買い物の頻度がひどくなる人もいます。体に現れるストレス反応は、動悸、冷や汗、手の震え、頭痛、疲労感、食欲低下などがあります。皆さんはどれか当てはまるものはありますか？例えば、不快なストレスによってメンタル面の変化や不調というものは誰もが日々体験されていると思います。何かがきっかけでイライラしたり不安になったり落ち込んだりやる気がなくなったりということは誰でも多少はありますよね。私たちは普段のメンタルに軽い不調があっても自分で何かしらストレスを減らす工夫をしたりしながらストレスが長続きしないようにしているのです。しかしこうしたメンタル面の不調をずっと放置していると症状が重症化して精神疾患になるリスクが高くなり生活面でも支障が出てくるようになります。精神疾患にはうつ病をはじめとする気分障害、不安障害、強迫性障害、統合失調症、アルコール依存症などがありますが診断がつくほどの状態になると精神科や心療内科で専門治療が必要になります。特にうつ病でアルコールを併用していると自殺リスクが高くなります。うつ病とアルコールの関係ですが、気分を上げるためにお酒を飲む方もおられるかもしれませんが、気分が沈んでいる時の飲酒は逆効果となります。また、酔った状態では冷静な判断をすることが難しく、衝動的な行動を取りやすくなり、自殺行動に走る危険性が高まります。ここでは精神疾患の代表であるうつ病について取り上げてお話しします。うつ病は様々な理由で脳のエネルギーが欠乏して生きる意欲が失われた状態といえます。なので当然自殺のリスクが高くなる病気といえます。
ある調査では、成人の100人中6人は一生のうちにうつ病を経験していると言われていますが、そのうち医療機関を受診した人は4分の1程度に過ぎないと言われており、治療が必要な状態でも治療につながっていない人が多いのです。そして、適切な治療をすれば回復する病気ではありますが、再発しやすいとも言われており、適切な治療やケアを続けていく必要があります。うつ病の症状としては、気分が落ち込む、楽しめない、死にたい気持ちになる、食欲がない、眠れない、過度に眠ってしまう、頭痛や肩こりなどです。精神面だけでなく、身体面にも影響が出てきます。うつ病の発症には、いくつかの要因が重なっていると言われています。原因が一つではないので、楽観的な性格の人でも、ストレス負荷の状況によっては発症する場合がありますし、ストレスが少なくても、もともとの素質的に発症してしまう方もいます。ストレスとなる要因を軽減することで、うつ病の発症予防につながります。